お花紙2枚でこんな大きな桜の花を作ってみましょう。お花紙のツルツルの方を下にしてください。もう1枚、今度は上がツルツルになるように置きます。これを半分に折ります。で、次に3分の1に折ります。で、これをさらに半分に折ります。このつながってる方ですね、切れてる方じゃない方、こちらが花の先になりますから、斜めに落とします。そしてここから大きく丸くこの辺りまでですね、切っていきます。こうすると花びらが6枚できています。桜は5枚ですので1枚だけ切ります。ここを切り離して1枚だけ取ります。そうしたら開いて、ここの部分をできるだけまっすぐに、ちょっと斜めになりますけどね、ホッチキスで留めてください。根元のあたりに糊を、水糊を1箇所つけて半分に折ります。次、ここにも糊をつけて、この花びらとこの花びらをくるっとこちら側で合わせます。真ん中をそーっと押さえて、桜の花の形に整えていきます。ピンクと白を使った場合、こちらから見るとピンク色、こちらから見ると淡いピンク色になります。濃いピンク色2枚を使うとこんな感じです。どちらを表にしても構いませんが、今からおしべをつけていきます。おしべは5ミリぐらいに細長く切ったものを2つ折りにしましょう。こんなシュレッダーバサミを使うと一気にたくさん作ることができます。真ん中に水塗りをつけて、中心から外に V 字が開くように貼ってください。一つ一つの花が大きいので、広い壁面を飾るときに便利です。この一つ残ったのも、よいしょ、切って花びらにしましょう。一つの花が大きいので、広い壁面を飾るのにぴったりです。